北海道情報専門学校北海道情報専門学校は北海道札幌市白石区菊水6条3丁目にある専門学校。運営は電子開発学園。1977年10月6日、専修学校認可。略称は HCS。1968年に開校。 北海道で最初の情報処理系専門学校である。開校当時の校名は北海道電子計算機専門学校であったが2001年4月1日より現在の校名に変更された。電子開発学園の学校法人電子開発学園が設置、姉妹校に北海道情報大学のほか各地に専門学校がある。 北海道情報大学の講師による授業も受けられ、学士、専門士の称号を取得できる。資格取得に力を入れており、特に国家資格の基本情報技術者試験については、午前科目免除の認定講座が開講されているほどで、ある。また、先週学校生の基本情報技術者、試験合格者の半数近くを、電子開発学園生で占めており、 資格と就職のキャッチフレーズでテレビ CM も展開している。北海道情報専門学校の学科は八つに分けられており、大学編集課は学校法人電子開発学園の特徴の一つで入学時に北海道情報大学と北海道情報専門学校に入学するダブルスクールという形になる。大学講義はパインネット2や無限大キャンパスを使用し、 各地情報専門学校で放映され、試験、レポートなどで単位を習得する。また、卒業時には、高度専門士等学士号を取得できる。北海道情報専門学校は、学校法人電子開発学園が設置している。ありがとうございます。